はい、キャプテンコージです。ただいまね、またね、給水症がありましたので、ここで、休憩をしております。この感じでね、のどかなね場所になっておりますよ。でね、バイクがね、今日はね、お天気がすごくいいのでね、バイクは取っております。車もね、たくさん通ってきております。ここはね、どこかと言いますと、三坂トンネルのすぐ近くになります。今見えてる道路を300メートルほど行けば三坂トンネルになります。約ね2年前ぐらいにね、できた、新しくできたねトンネルでね、これは、宮若市から福津市までね、今指してる方向、今映ってる方向が福津市の方面になります。一直線でね、つながっております。そして今見えてる峠、曲がりくねった道路が見えてますけれども、これがほんのこの三坂トンネルができる前までの三坂峠というでね、三坂峠の曲がりくねった道をずっと通って行ってたんですけども、すごく時間かかってたんですけども、この三坂トンネルができたおかげで、一直線でね、もうすぐに行けるということになります。そして今椿天然水というね、天然水のある場所で、ちょっとバイク止めてね、休憩しております。こんな感じでね、水道の蛇口をひねったらね、水が出てきます。ここはちょっといいですね、水質検査もしておりますということで、いらっしゃいませということですけれどもね、なかなかいいのではないでしょうか。ちょっとね、先ほどね、僕ペットボトルに、少しだけ、水をいただきました。お金をね、ちょっとね入れようと思いますね。何十円かね、水リッターで100円ご協力なんでね、ペットボトル 0.5cc なんで、まあ、10円か20円ぐらい入れようと思います。はい、そんな感じでね、なかなかね、おしゃれというかね、凝った作りのね、天然水でございました。味もね、味がついてるという感じですね。水道水と比べてね、ちょっとマグネシウムとかカリウム、天然水ですので、ね、なんかミネラル成分が入ってるみたいです。すごくね、いいお天気でございます。急カーブ注意の看板がね、すごくね、すごく写りがいいですね。はい、それではね、もう車もね、どんどん来ておりますしね、車ドライブね、日曜日のホリデードライブの家族でね、ドライブしてるんでしょう。はい、それではね、この辺で終わりたいと思います。また動画撮りますので、よろしくお願いいたします。